神チャンネル。ゼルダの伝説、ティアーズオブザキングダム、パート74、やっていきましょう。今回は、前回から引き続き、最果ての島にいます。最果ての島で、残すところが、ここの、地底の入り口。まずはそこに向かっていきましょう。はい。で、こっちの方向か。お、なんだあれ。人いる。アジトを探すべきか。おいおい、この島に来るなんて、兄ちゃん、命知らずだな。この島はウオトリー村を襲った海賊のアジトがあるって噂でさ、正直俺も帰りたいんだけど、海賊のアジトを偵察するっていう討伐隊の任務があるんだよな。それでよ、実はさっき島に帰ってくる海賊船を見ちまってな。けど島の裏手側に回り込んだと思ったら海賊船は姿を消しちまってさ。え、島の裏手に洞窟があってそこに海賊船がいた。しかも、船の海賊もあんたが倒しちゃって。マジか、まるで一人討伐。あ、そうですか。討伐隊のくせにビビってばっかだった俺も、おかげでもうビズらずに済む。そうだ、体を張ってくれたあんたに、何のお礼もしないっていうのはいけねえよな。こいつは俺からの礼だ。なんだ？普通にいいもんくれるやん。へ、思ってたより貴重なもんでビビったかよ。以前、討伐隊の遠征について行った時に、たまたま拾ったもんなんだ。ずっとお守りにしてたんだけど、俺よりあんたに必要だろうしな。それじゃあ俺は今回の件の報告書をまとめて、それが終わったら島を出るぜ。帰ったらビビリの俺からは卒業して、あんたみたいなできる討伐隊員を目指すよ。そんじゃ世話になったな兄ちゃん、またどっかで会おうぜ。わーい、ナイス。でここですね。ビビリです。この討伐隊員ビビリです。さあダイビン、いやもう、あ、待って、なんかあるね。ちょっとわかんないから、とりあえず巨大投げとくか。どこが地下なのか、わか、地下ってか地面なのかもわかんない。あー、とりあえず上にいた方が良さそうだから、ここ、孤島の闘技場。あー、なるほどね。ここは、え、ライネルか。うわー、やばそう。待って、やばそう。ライネルじゃないこれ。待って、せめてセーブ。根っこはどこだ。根っこ探そう、まず。絶対ライネルだ、これ。ああ、これ地上に、あ、あったあった、根っこ。はい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 、狭いね。ライネルだ。いつでもライネルと遊べるドンってやつだ。そして上に戻りたいんだけど、戻れない。ちょっとさ、ここ行く前に料理だけ作っていい？ちょっと料理だけします。はい、ということで、ちょっと見てもらいたいんですけど、料理をいくつか作ってきました。で、メインに作ったのはこの、なんだっけ、
ね、あの地底であのなんだ HP ゲージがブロックされちゃうのを回復する系の料理っていうのが、追加したのと、あと一応この辺りもなんかいくつかあの防御力アップとかその辺りも一応作ってきました。で加えて装備も一応マスターソード回復したから、白銀リザルフォスつけてます。あといくつかちょっと作ったって感じかな。 OK、 さあじゃあ行くか。おーおーおあれあれ見て、あれライネルじゃない、もしかして。え、だったら余裕だけど、全然余裕だけど、だったら、え、雑魚ばっかじゃん雑魚ばっかじゃん。おい、だったらいけるわ。おい、いけよ、おら。え、雑魚ばっかなんだけど。え、嘘え？弱っ、待って待ってさ、あの俺さ俺さっていうかあのさ、じゃあライネルと戦いたいわだったらあのつもりにしてたからさ、ライネルと戦うつもりに、これはこれでちょっと気ね、調子狂うな。ライネルと戦うつもりにしてたんだけどな、それはそれで困るな、マジで。いや、もう何これ、何なのこれまあまあそうか、絶対来そうな場所だったし。待って、アイテム聞いてない、あるわ。師匠さん、よいしょ。はい、怖え、待って、怖え、もう撃つな、おい、至近距離で。あ、で最後白銀が出て終わりか。はいはいはい、あいつは怖いな、普通に普通に怖い、全速力でこっち来てるもん。怖い怖い、さあ装備奪って、硬いなマジで。多分今つけてる武器一番強いぐらいにあるよ。あ、まだいる。でも白銀のさ角手に入るのはちょっと嬉しいね。いったいった、何、あ、奥か、あいつか、あいつか。よしよしよし、何持ってんだ。ああ、木の矢、木の矢。いやー、畳みかけよう。やばいの持ってる、あぶねー。まだいる、あ、いたわ。ああ、オッケー。お、なんだろう、何が手に入るんだろう、気になるな。ミドナの、待ってミドナってなんだっけ、あれ、あのトワイライトプリンセスだっけの相棒キャラだよね確か。黄昏の勇者と共にハイネのために戦った影の女王が身につけていたと伝えられる、簡単には手に入らない貴重なものだ。はい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 、めっちゃ噛んだけど。おー、あ、なんか髪型も違う、へー、重そうはいはいはい、まあこういうのがあるんだよってことね。はいはい、これはこれでよかったね。うん、よし、じゃあせっかくなんでこのままの流れで同じようなところないかな。
どっかあるはず。これか？これじゃない？これか。え、待って、形見よう、形。あ、一緒だ！これだ！絶対これ。もしくは、もしくははないね。そこだね。あ、あるわ。ここにもあるし、ここにもあると。楽そうなのは、ここだね。ここちょっと見に行くか。ここ？ここか？でも闘技場っぽくないんだよね。ってなると、ここ？ん？これ闘技場っぽくないから違うんだよね。やっぱりここかな。ここか。ここだね。行きやすいのはこっちかな。こっちから行くか。どうだ。あ、闘技場だね。は？バナナある。待って、バナナあるぞ。あ、バナナ。アホすぎるだろ。これってことはさ、イーガダンか。あ、またバナナ、バナナあるわ。バナナ。ちゃんと回収しちゃうもんね。バナナ。ってことは、イーガダンが入ってるんじゃないかと予測。どうだ？いない。こっちは？あれ？いない。なんだ？ん？グググ！わっは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 ！罠にかかったな？すごいな、なんかこの並び。初めて見る並びだな。貴様、リンクだな。バナナに釣られて、のこのこここまで来るとは、聞いてた通り、間抜けなやつめ。おっと、自己紹介をしてやろう。聞いて驚け！見てビビれ！我々は、強く、たくましい甲賀様引くいる、ゼルダ姫と貴様を倒すために、ための戦闘集団。いいがなんだ。いいね。さて、我々いいが、さて、さてって何？我々いいが団の罠にかかった愚かな貴様の相手は、この地で闇の、長いな。この地で闇の密林の闘技場に巣く。あ、違うんだ。クロヒノックスなんだ。おいでちょうだい。あ、クロヒノックスだ。ちょ、写真撮ろう。はい。あー、クロヒノックスか。なんか、あぶね、がっかりって言おうとしたわ。あ、弱いね。ダメージがしっかり入るね。揺れますね。あぶね。あ、弱い。待って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 、もったいない、武器が。こんなに弱いのにもったいない、武器が。あ、弱い。待って。あ、待って。早、早すぎるだろ、おい。マジか。え、弱。あ、でも、大決勝は嬉しい、普通に。大決勝嬉しいんだけど。そして、おーこんなのくれんだ。これはこれで嬉しいな。え、じゃあせっかくだしもう一箇所も行っちゃうか。どこだっけ。あ、これ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 だね。これに関してはここ埋めたいけどな。ここが近いか。
はっ。
ここか。あ、入り口っぽい。ちょっと、あ、僻地の闘技場。明かり花投げとこう。マスターソーの力が弱まってきてる。はい。あれ？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 あー、違う。違うな、これは。リザルフォスだ。リザルフォスですか。あー、マスターソードが。なんかいっぱい落ちてんな。隣にも落ちてるし。ナイスー。また装備かな。何これ、ラビオの頭巾。壁画になれる不思議な腕輪を持つ旅の商人の頭巾。壁画は無理だが壁登りの横移動が壁登りの横移動が、横移動限定。なんか変なのばっかりあるな。横移動のみ。ちょっと試してみる、気になるよね、横移動ね。じゃあまあここから左までどんぐらい早いか。はあ、うん？あ、早い。早いわ。早い早い早い。1.2 倍ぐらい早い。そうか。会いたかったけどな、リザルフォス。リザルフォスじゃないわ。でももう、パッと見闘技場がある場所がわかんないから、あとは、まあ、やるとしたら調べるだけか。ん？これは違うのかな？いや、ちょっと調べていい？せっかくだし、戦いたいよね。あ、いるね。え、ちょっとあの、地底の敵っていう、あれだよね。あれそう。え？あ、あれだ！怖っ！やば！地底の敵ってことで、あの、この、なんて言うんだろう、この、一応ハンマー武器がないと、あの、なんだろう、周辺の、ライネンの周辺のあの、岩の鎧を剥がせないから、ちょっとあの、ハンマー武器を作ってきました。
怖っ。え、怖っ。乗って乗る乗る乗る。なんでなんかうまくいった、わかんないけど。あぶねえ、なんかわかんないけど。あ、怖い。なんか人っていうかさ、多すぎてやばい。ちょ、安全に行こう。2発ずつぐらい入れて。ああ引きずられてる。やめて、木の後ろ。あぶね、あー熱い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 んだ、熱いんだ。あーオーギョルカップを飲んできました。あぶね。装備をちょっと強いに変えた。もう割れてるから。オッケー。オッケー。壊れた。壊れた。じゃあ黒にするか。これでいいよね。いった。あ、そうかそうか。あぶねえ。いやー痛い、やばい、痛い、やばいぞマジで、やばい、本当にやばい。ゴーゴーも飲んだ飲んだ。あ、タイミングがやばい、下手くそすぎる。あぶね。お、ラッシュ入った、ラッシュ入った。オッケー。勝ったこいつ。あぶねー。殴れ殴れ。あー。あぶねえ。あの時に近づいたらダメージあるのか。やべ、タイミングが、タイミング合わねえマジで。いやー、ちょっと待って。やばいやばい、本当にやばい。あ、ね、多すぎて見えないのもある、正直。お、いいよ。
乗ろう。おら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 、削れ削れ。あぶねえ。あぶねえ。あとちょっと。あー、マジか。来てる。さあやるか。は、消されてる。よしよし、まあ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 。やばいな、やばいな、やばいな、避けれないな。ちょっと待って、どうしよう。あぶね、クズ。これでよし、乗ろう。は？おいおい、どこ行った？は？あいつ。待て待て。で、武器を強い武器に変えよう。変えた。マスターソードも使えるのか。じゃあ、素材マスターソードにつけよう。よしよしよし。は？待て待て待て、危ない。待て、落ち着け。危ねえ、今死んでたよ。危なで、盾も今変えれる？変えれるわ。危ねえ。で、盾変えて顔面連打しよう。で、ここで顔面連打するのも、待って待って、ギブド使おう。いいよ。削れてる削れてる。 OK。 で、 A で乗って YYYYYY。 OK。で、ここでもう一回いいよ。顔面入ってる。もうちょっと右か。いいよ、入ってる入ってる。で、ゆっくり近づいて乗る。いやー、きつかったー。キモね。はい。うわー、 51！ 戦利品が角、重心の意味
両手のおかげ、まあ、まあ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 、でもまあ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 嬉しいんじゃないか。なんか多分見てて気持ちいい戦いではなかったと思うんだけど、もうむちゃくちゃしてたからね、もうなんとか倒すみたいな。ちょっとこれはみっともないところを見せてしまったが、とりあえずま、なんかもうこじつけみたいになってるけど、本当に地底での来年討伐ってとこは一旦ここで、まあ、完了というところで、はい、まあ、よかったらまた次回のパート、次回のパート何するのかまた決めてないんだけど、おそらく何かしらの、まあ、イベントなり何なりをやってちょっと最後に向かっていこうかなと思います。もしかしたら次もう最後行っちゃってるかもしんないけど、ちょっとライニングもう少し欲しいなっていう気持ちになってるから、ローメイをやるかなんかやるかだな。うん、はい、まあまあまあというところで、はい、見ていただきありがとうございました。またよかったら次回のパートでお会いしましょう。お疲れ様でした。